会社のルール無視して有給連続37日申請してやめました。アルミサッシュの会社に勤める A さん、夜21時以降は社長の許可がないと残業できないのに、許可もらわずに21時以降社内で寝たりしてました。何度注意しても直せないので会社が A さんを懲戒の懲戒処分。 A さんは怒って明日から連続37日間有給で休みます。有給終わる次の日に退職しますと有給申請&退職届を提出。しかし会社は有給分の給料を払わなかった。 A さんは有給の給料82万円を超すと会社を訴えました。会社は2週間以上の有給取るときは2週間前までに申請するのが就業規則のルールだ、前日に申請するのはルール違反、 A の有給は無効でただの欠勤だと反論。東京地方裁判所は会社の2週間前の申請ルールは時期変更権を会社が使うかどうか判断するためのルールなんだろう。 A が有給使うと言ったときには A のやってた仕事は他の従業員に割り振られていたから、 A が休んでも会社の事業の正常な運営が妨げられてない。そもそも会社は時期変更権を使ってすらいない。だから A の37日連続の有給が成立している。それなのに有給分の給料を出さない会社は違法。 A の月の給料は43万円だから37日分の有給で81万円、会社に同情はできないからペナルティとして賦課金76万円、すでに払ってなかった残業代50万円、合計207万円会社は A に払いと判決しました。